横断歩道の手前で止まって、まずサイン。ならん。はい、またまたやってまいりました。おうちで学ぶ交通安全。私はもうすっかりおなじみの横断歩道のしましま姉さんでーす。皆さんはご飯のお供といったら何を選びますか？今日の気分はキムチ。ママゲーこんにちは。やあみんなこんにちは。僕は魔法幼稚園の守る渡るだよ。しましまお姉さん、ニンニク臭くなっても OK 牧場。あ、パクった。そう、説明せねばなるまい。横断歩道のしましまお姉さんは守る渡るの何でもかんでも OK 牧場攻撃を受けると動物飛び出し注意のしく変身するのと、ガッツイ始末っていう元ボクサーのティコも分裂してんじゃんけオッケー牧場エンジのことはほっといて、ご飯に合うキムチ探しに行こうやねー。オッケー牧場。さてさて、今回はキムチを紹介するぞ。そのままでももちろん豚キムチ、チャーハンなどなど幅広い料理にアレンジできるやつ。大手食品メーカーや本場韓国のものなどなど種類も豊富。どれにしようか考える。というわけでキムチの製法やおすすめ商品を見てみるといいね。ではでは早速参りましょう。まずは酸味、味の変化を楽しむなら熟成発酵タイプがおすすめ。本場感覚の味に近いってか。生きた植物性乳酸菌による発酵で酸味がマシマシになり、味の変化が楽しむことができるっていうね。熟成キムチにはキムチくんマークがついてるぞ。韓国政府認定の信頼の証なんですね。キムチくん。それに対して低温熟成タイプっていうのがあるんですね。低温で熟成ってか、賞味期限が近づくと酸味が強くなるっていう味変を起こしにくくした製法なんですね。酸味が強いキムチ苦手な人にはおすすめ。さらにはあっさりキムチ好きな人への浅漬けタイプっていうのもある。どうてか本場キムチの話してるのにあっさり浅漬けって。以上踏まえてまいりましょう。しましまお姉さんの旨味辛味酸味で選んだおすすめキムチランキングトップ10。第10位、美山からの一押しキムチ。甘みが強く食べやすいキムチってとっかな。漬け材料には鰹節調味液、昆布エキスが使用されてるから旨味も感じられる味になってるんだね。辛いの好きにはちょっとってか。第9位、北日本フードからのスーパー極上キムチ。今北海道で一番売れてるキムチなのだそう。海鮮エキスの旨味が効いてて出汁のような香りがするキムチなんですね。辛味も酸味も強くなく、あっさり食べられるっていうのが嬉しいだから。第8位、美山からのユンケ自慢のキムチ。こちらは韓国産の熟成発酵タイプのキムチなので酸味は強め、辛さは控えめなのでさっぱりした酸味で美味しく食べやすいのが特徴。酸味がちょっとという人にはキムチ鍋にアレンジするといいぞ。第7位、東海漬物からの極馬熟旨辛キムチ。スーパーでよく見かけるやつ。酸味と辛味のバランスが絶妙で、そのままでも他の料理にアレンジしても美味しく使いやすいキムチと言えます。白菜の味が割とダイレクトなので青臭さが気になるところ。第6位、ピックルスコーポレーションからのご飯が進むキムチ。旨味と甘みのバランスが絶妙の一品。本場韓国産キムチのような辛味と酸味には欠けるところが多いですが、漬け原材料に鰹節や昆布が使われていて、日本人のソウルに訴える味であること間違いなし。第5位、デサンジャパンからのチョンカキムチ。韓国内キムチ売上シェア27年間第1位。辛味は少ないものの、旨味甘味酸味のバランスがよく、程よい塩気があるので、そのままご飯と一緒に召し上がれ。白菜の甘みがしっかり感じられるところもポイント高い。第4位、エバラ食品工業からの本技すごうまキムチ。2種類の唐辛子が後引く辛さ。漬け原材料にエビエキス、魚醤、塩辛などなど、全部で8種類の海産物の旨味がたっぷり詰まってるのが特徴。そのため生臭さを感じてしまうという好き嫌いの分かれ目が、好き嫌い分かれ目ざっくりしぐれ。
続いて参りましょう。しましまお姉さんの旨味辛味酸味で選んだおすすめキムチランキング、いよいよトップ3。第3位、エバラ食品工業からの本技美味しいキムチ、程よい辛さで高評価、イワシ、昆布、エビ、カキ、4つの海産物の旨味に加えてナシピューレの爽やかな甘みが全体をマイルドに仕上げてるんですね。さらには辛味のパンチが効いててキムチ好きには必食。第2位、関口漬物食品からのニンニクたっぷり白菜キムチ、生おろしニンニク、スライスニンニクが使用されてるんですね。ニンニク好きにはたまらん。唐辛子の辛味だけでないニンニクの辛味と相まってスタミナ満点の星ではありますが、何しろニンニクマシマシ、似合いのケアには要注意。さあ、いよいよ第1位、今泉食品からの絶品キムチ、ほのかな甘みとコクからの唐辛子の辛みが癖になると大絶賛。国内産のすりおろしリンゴ、イカの塩辛などなど、素材にこだわった魂の一品。白菜丸ごと楽しめる 500g の大容量、プレゼントとしてもおすすめできるぞ。以上、バーイ。マシマお姉さん、なんか気になるキムチあった？白菜丸ごと入ってるよ。よかった。近くの美味しい焼きプリン、ティーも食べ行くべ。あ、やーべえ、鹿さんそろそろ戻らなくっちゃ。あれあれあれ、またまた美味しい焼きプリン食べそびれちゃったよ。さてさて、そろそろおしまいの時間が近づいてまいりました。本日の動画はいかがだったでしょうか。次回のしましまお姉さんは、おうちで血圧対策、リコピントマトジュースだよ。お楽しみに。それではまた、お邪魔パジャマ。